がとうございます。ここはどこですか？ミッドタウン、東京ミッドタウンのいつも駐車場ですね。はい。それからパフォーマンスさせていただく温泉を掘ります。これやるんですね。うん。でっかいやつ。でっかいやつ。もう3回目なんで。はい。ちょっと派手に。はい。すごい。しまっちゃう、しまっちゃう。私乗れる？はい、今日はザ・リッツ・カールトン東京さんで返事をさせていただいているご案内とで、その後ですね、僕が、パフォーマンスをやるんですけど、その映像を皆さんにご覧いただこうかなというふうに思っております。まずはその展示の内容について軽く僕から説明したいなというふうに思っております。はい、じゃあ、こちらにすごい。こちらが今回のメインの盆栽になります。これは 1位ですね。これは万泉さんの1位ですね。おー、素晴らしい。相当太い木で、ね、このシャリゲーと粘点した、幹が迫力がすごいですよね。今回の展示なんですけど、全部の園から持ってきました、大宮盆栽。ここは万泉さんで、そちらに聖光園さんで、うちがあって、不要園さんあって、小説園さんあって、下には旧館園さん盆栽があります。なので大宮盆栽一丸となった展示を今回やっております。まあ、あの展示だけではなくてですね、しっかり PR をしていかないといけない中で、本当にありがたいことに大宮盆栽のロゴであったり QR だったりとか、あとはこちらにパンフレットありますけども、そういうような広報物も置いていただいたり、あとは一番この僕が作ったポスターなんですけど、A4 サイズで縦看板みたいなような感じで、置かせていただいております。やっぱり日本で一番のホテルであるリッツさんにこういう形で PR で置かせていただくっていうのはすごい光栄なことですし、感謝しながらいろんな人に、盆栽の魅力を伝えていきたいなというふうに思っております。ここがラウンジになってるんですけども、昼間だったらアフタヌーンティーが楽しめます。こちらでは食べていただいた方にはちょっとポストカードをランダムで2種類あるんですけどプレゼントしたりとか、せっかくだったら思い出になってほしいなということで、そういうような試みも行っております。はい、はい、これ当時園のだ。はい、こんな感じですね。はい、このために実を取っといたんですけど、こんだけ実があると多分来年実がつかないと思いますけどそうだよね。今がもう盛りという、はい、そういうような状況に持ってきました。はい、この空間に松だけだと、まあそれはそれで迫力あるんですけど、やっぱりこういうようなきらびやかな空間なので、こういうようなちょっと色物があったりすると華やかになっていいんじゃないかなというふうに思って置いてます。はい、ちょっと色赤色がすごく目立って、ちょっと面白い、いい違和感になってるかなというふうに感じます。ここにも、こちらは大きいのが聖光園さん2つで、真ん中のがうちの長寿梅ですね。それぞれ、まあ、実物があって花物あったり、まああいう黒木があったりとか、そういうのはバリエーションに富んだ、展示がしたくてこういう風にしました。ちょっと高低差もつけながら空間を楽しんでいただきたいなという風な思惑で飾ってみました。で、配置とか展示の配置はカンタ君が考えてる。そうですね、はい、なのでこれをちょっと飾らせていただきたいんですっていう中で各園にお願いしに行って、皆さんねちょっとお忙しいんですけども、盆栽それぞれ出していただいて飾っているような状況になります。はい、ただそういうのも今後の大宮盆栽のためになる事業だと思ってますので、引き続き頑張っていきたいなというふうに思います。はい、あれ前ここじゃなかったっけ。ここだったんですけどね。おお、椿かんつば、かんつば、これは不要園さんのかんつばきになります。
ます。まあ、1週2週早いような気になるんですけど、なんとかあのちょっと冷たいところに置いといていただいて、調整いただいて、ちょっと間に合わせてもらいました。ちょうど3月咲いてるので、綺麗ですよね。じゃあちょっと外に、外側あすごいイルミネーション。ここがもう一番のエントランスになるので。あ、こっちにも飾ってるんだ。はい、これが両サイド球界さんの木になります。球界さん、はい、ここから入っていただくような、そういうようなお出迎えの場所なので、そこにふさわしいようなしっかりがっちりとした木を置いてみました。なるほど、はい、で逆にあっちは宮様楓ですので、はい、この冬の景色を楽しめる。こうやってお出迎えをしてるわけですね。そうですね、北奥様をお出迎えするような、そういうような作りにしております。はい、ここにも今年から初めてなんですけど、はい、この北奥様のところの考えにもお越しいただいて、はい、一番あの何でしょう、お客様との対話が多い場所みたいなので、そういう中で飾ってあったりとか、こういうのが置いてあるとしっかり PR できてるのかなというような実感があります。こちらが不要院さんの心拍になります。以前も説明したかなと思うんですけども、ここは、まあ、水辺でして、まあ、上の流れというのを滝と想像して、ここには県外とか半県外のような木を飾っております。でこちら側を背に、崖を想像して、まあ、下に水があるよねっていうのを考えながら楽しんでいただければなというふうに思って、毎回こういう配置をしております。はい、これは不要演者の心拍なんですけども、毎週、まあ、全部の盆栽がそうなんですけど、毎週全部変えて、3週間、展示を行っております。数日前に来た方が、もう一回来ていただいたら、ちょっと盆栽が全部変わっているので驚かれたりとか、今回の方が好きとか、前回のもう一回見たいとか、そういうような声がいろいろ聞けて、大変実感としては嬉しい限りです。カンタ君、パフォーマンスするのはどこですか？そこだね、はい、あのピアノの前、ピアノの前、あれですか、また生歌のと思います。あ、まだ分かんないのですよね。分かんない、確かドラム、ピアノ、ボーカルだってね、去年は。前回はそうですね、うん、でぶっつけ本番です。何本ですか？30分ぐらいかな。30分、ちょっと、タカちゃん。お疲れ様です。来た、来ました。何しに来たんですか？いやもう兄弟子の晴れ舞台、兄弟子の晴れ舞台を見に間近で見たい、勉強させてもらうと、はあ、兄弟子かっこいいところを、じゃあちょっと大きいもの持ってきちゃったんで、ちょっと手伝ってもらおうかな。あ、一緒に、あのちょっと運ぶのが大変で、ちょっと頑張って粗相をしてしまったら大変なことになっちゃう。大変なことになるね、あそこで。ちょっとあのしっかりとやって、行きたいと思います。はい、はい、じゃあ楽しみにしてます。はい、よろしくお願いします。これが、パフォーマンスする木。はい、また随分でっかいの持ってきたね。ですね、 1.5 ぐらいもっとあるか。もちろんですね、 1.8 ぐらい。あ、1.5 ぐらい、 1.5 ぐらい体で測ってるの。でも30分の時間だから、伸びてる目通るでしょ。はい、棚みたいな感じで大分ける、ちょっと棚を作って、うん、でね、これも針金かけてあるんですよ。あ、そうだ、あと曲げるだけ。そうで、ちょっと角度が、これだと横広でちょっと間延び感あるかなっていう感じあるんですよ、僕の中では。はいはい、ちょっと角度変えてやってあげようかなと思います。ちょっとここのパフォーマンスだと僕一切喋れないので、作業で見せるしかないので、ちょっとビフォーアフターを楽しみにしていただければなというふうに思います。はい、はい、頑張ります。緊張は、まあ、ちょっと程よい緊張ですか？でも最初にもう、シンガーの方とか、あの皆さんとお話できたんで、全然気落ちして、はい、去年と違う人？
全然あのピアノの肩だけ一緒です。じゃあバチッと決めて、はい、はい、頑張ります。お願いします。
という感じで、まあ、この流れを意識して作りました。この木はこうやって下に下がってるように作りたかったので、これ思いっきり効かせるような枝を作ってみました。なるほど。ただ完全に下げるよりはここに逆の枝があることによって少しだけ安定感を持たせて、あのこっちのシャリにも目が行くような、そういうような配置にしました。この魅力はここのシャリゲーなので、うん、これを生かすにはやっぱこう少し、立ち上がりから流れてこう下に行くような木にしたかったので、うん、この植え付き角度にして厳しさを出したような感じ。なるほど。結構だからコンパクトにした感じ。コンパクトにしたんですね。いいですかね。はい。でこれからまた棚も充実してくるとより迫力も出てくるかなと思うんで、あとは植え替えが問題なんですけど、うん、ここだけちょっと頑張りたいと。どうやって鉢植えようかって感じですか。はい、そこもいろいろ試行錯誤しながら維持していく、まあ、お願いしますだったかなと思います。はい、こんな感じでした。ありがとうございました。お疲れ様でした。というわけで、はい、無事今年もピッツさんで展示とパフォーマンスをさせていただきました。まだ期間中展示は行っておりますし、私も26日にもう一回パフォーマンスまた一人で頑張りたいと思います。一人で頑張りたい。タイムキーパー来ないですか。あ、行きますよ。もうあ、来るんだ。二人もそれも勉強なので、こういうことをいろいろやっていって、大宮盆栽を PR したりとか盆栽の魅力を広げていきたいなというふうに思っております。この動画がよろしいと思いましたら、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。 Please subscribe and thumbs up。 バイバイ。なんか一言ないですか。あ、一言どうぞ。いや、めちゃめちゃ勉強になりました。こんな素敵な空間で兄弟子を見れるとはすごい夢心地な感じで、ありがとうございます。誇らしいですね。誇らしいです。はい、じゃあ、バイバーイ。バイバーイ。